ございます。めっちゃいい景色ね、本当俺この景色超好きだわね。めっちゃいいよね。これなどこ何山、何山か知らないけど、あっちは新十津川方面ね。はいはい、新十津川とか浦臼とかはいの方面です。これすごい、めっちゃ綺麗ですよ、ね、もう青空と雪山と、なんかもうスイスみたいだね。スイス行ったことないけど、俺もないけどイメージね最近さ、うん、コメントとか、うん、あメールももらうんだけど、うん、北海道移住しようと思ってんだけど、うん、車ってどういうの選んでればいいですかとか、どういうの乗ってるんですかっていうふうにさ、うん、聞かれることがすごい多くて、うん、まあ、多分さ季節的にもさもうすぐ4月でさ、なんか移住とか転勤とかよくまあ分かんないけどさ、うんうん、そういう節目じゃん、うん、で多分聞いてきてくれる人が増えてるのか、まあ、移住ブームなのかって分かんないけど、まあ、多いんだよそういう質問がさ。なので、まあ、今回ね車についてちょっと話していこうと思うんですけど。なるほど、うん、で、まあね、前にも何回か言ったことあるんですけど動画で、僕たちは6年前に東京から北海道にねこうやって移住してきて、はい、してきて、はい、で最初はさ最初はプリウスを東京から持ってきました。プリウス、はい、プリウスに関しては、うん、FF 車で、うん、まあ、4駆ではない車だったんです。だったんだけど、うん、移住して1年目の冬に今乗っているこのスズキのイグニスっていう、うんうん、まあ、超コンパクトか、まあ、ちっちゃいチョロQのような、かわいい、うん、チョロQ わかる？わかんない。あ、わかるよ、後ろにピッてやってピューっていくやつでしょ。そうみたいなね、ちっちゃいね、4WD にね、うん、乗っているんですけど、はい、まあ、ほぼほぼ北海道では、うん、まあ、4駆の方が多いと割合は知ってる。で、まあ、本州でさ移住考えてる人で本州で車持ってて、まあ、それを北海道に持ってこようって時にさ、うん、まあ、もったいないじゃん、うん、で、そういう質問をしてくる。なるほど。で、まあ、結論から言うと雪道に慣れてない人は、四駆の方がおすすめですと。なるほど、はい、じゃあなんで僕たちが、まあ、1年目にねまずプリウスからこの車にね、うん、乗り換えたかというと、まず FF 車の一番の雪道運転での欠点は、うん、発進だね。発進、発進ができない、信号待ちで進まない。おで、FF 車っていうのは、うん、フロントエンジンの前輪駆動っていう、だから要は信号待ちで前のタイヤがさ、うん、ツルツルの氷の上に乗ってたら、うん、もうくるくる回っちゃってさ、うん、なかなか進まないのよ、うん、はいはいはい、後ろのタイヤでグッて押し上げてくんないから。なるほど。けど四駆だと、うん、まあ、4つね、うん、4つタイヤ4つとも力がかかって回るから、まあ、極端な話1個でタイヤ1個でもちゃんと地面に噛んでれば、なるほど、安全だ、動き出すよねっていう、はいはい、でそのね、まあ、別に全然北海道でも雪道で FF 車乗ってる人はいるんだけど、まあうまいのよ。そうか。で移住したての人たちはさ、うん、自分らも相当下手だったし。そうだね。で信号待ちで進む時に、うん、進まなくてアクセル踏んでお尻がブー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 ってこうやってね回っちゃう、なっちゃうのと怖かったし、そもそもそのやっぱり移住1年目で、僕たちは移住1年目で運転が下手くそだったから怖くて、で安全のためにって言ってね、この車にね、もう最初の冬12月1月に買ったから、この12月の1ヶ月間だけで帰れなくて、怖さを感じた。そう、あ、恐怖を感じたんだよ。そうで、やっぱ本当運転が下手だってのもあるんだけど、ちょっとした雪でも怖かったんだよね。そうそうそう、怖かった。こういう雪とかじゃなくて、でこういうさ、まあ、走ってる途中にさ、うん、こういう滑っちゃって、うん、くるくる回っちゃって、うん、ブレーキ踏んだらねくるんって回っちゃって、うん、この横の雪のとこ突っ込んだりとか、はいはいはい、でもうやめようと、で4駆になって少しでも恐怖が、うんうんうん、そうだねって思って、うん、新車で買える、うん、ちっちゃい
4区っていうのでこれ買ったんだよね。ここまで聞いていいけどね。そしたらなんだかんだ便利で長く乗っちゃってるけど、うん、って感じかな、うん、やっぱ FF 社のデメリットはまあさっきも言った通り発信が しづらいっていうところと、やっぱ踏ん張れないっていうところだよね、うんうん、まあ、坂道発信しかり、うん、まあ滑るかどうかっていうのは止まらないとかっていうのはぶっちゃけタイヤの影響の方が大きいと思うんだけど、うんうんうん、いいスタッドレスを履いてるかっていうところ大きいと思うんだけど、まあやっぱり踏ん張れないっていうのはやっぱ怖いよね、うんうん、やっぱね北海道ドライバーあるあるはね、まあ、常に歩行者信号を見てるからね、まあ、黄色より先に歩行者信号がピコピコなるのを見てブレーキかけてるから、すごい遠くからやっぱりアクセルは離すよね、とはいえ4区だから安全だっていうわけでも全然なくて、そうだね、あ、それは違うよね。だってこの前もさ、うん、北見ですごい体験あったじゃないあれはマジで怖かったから、朝の8時とか9時ぐらいんで、うん、マイナス20度ぐらいだったかねあの日、うん、でもアスファルトがピシッてもう綺麗に光ってる、そうスケート場だったよね。で前の車が、あ、当然もう滑るの分かってるからもうずっとツルツルで、だからもうみんなね 2,30 キロぐらい で走ってて、めっちゃ、まあ、仕事のねトラックの人とかもみんな本当にゆっくり走ってる状態なんだけど、うん、しかも太い道だよね、うん、これくらいだともっと広いよね、うん、2車線2車線、うん、4車線とか、そうで何にもないところで前の車が2回転ぐらいしてこっちに向いてぐるんぐるん、しかも超スローね、そうそう超スローでぐわーって回りながら綺麗だったよね。そうでもこっちはさ、その真後ろにいてこっちもやばい、まあ、でも急にブレーキ踏っちゃいけないんだもんね、自分も回っちゃうもんね、うん、そしたらね、うん、いやあれは大丈夫だったから、あれは大丈夫、ゆっくりだったからね、そうゆっくりだったから、うん、俺の車はもう経験があるからあれは止まれるとは思うんだけど、うんうん、まあブレーキは踏むよ、踏むけど後続車もいるし、うん、そうそうそう、後ろねめっちゃね、まあね、なんなら対向車もいる状態だから、うん、いたいた、で俺もクーッと止まれってなったもんね、あ、そうそうそう、2人で止まれって言って、でもまあ、そうもうスレスレだよね、であっちは目あってね、そうそう、前の車は完全停止してもう完全にこっちを向いた状態で、ね、そう、あ、どうもっつってね、気まずいよね、もう本当あれ怖かった、よかったよマジで、正面衝突だったよね、前の車と正面衝突するっていうね、謎のね、あれ十数センチだったよね、うん、マジでこんなんだったよ、だけどゆっくりな速度だったからあれは助かったよね、うん、あれで 4,50 キロでしたらぐじゃんだよ、あー怖い、でもあの日本当に滑ってたもん、やばかったよね、助手席乗ってても怖かったもん、そうで、まあ冬の期間はさ本当、うん、そこら中で事故見ない日なんてないからさ、そうだね、遠出するとね、それぐらいやっぱり危ないわけで、だから、うん、雪道運転に慣れてない人たちには絶対4区をおすすめする、うん、4区をおすすめします、はい、というわけで、はい、もしよければ高評価チャンネル登録、はい、よろしくお願いします、お願いします、それではご視聴ありがとうございました、ありがとうございました。